で、こんな感じでやりました。こんな感じでもう伸び放題なん でここの枯れてるアジサイもちょっと切って、ここの奥に池があるらしいんですね。なんでちょっと池見てみたいんで、ちょっとここ切って通り道作ってみようと思います。でちょっと奥行ってみますか。ちょっと一回止めますね、急なんで。はい、こんな感じで降りてきましたね。こっからこう降りて、でこういう感じで、でちょっと発見したんですけど、わかりますかね。なんかすごい洞穴みたいになってんすね。なんか排水溝みたいなのが崩れかけてるっていう感じですね。かなり、まあ、木の根っこが支えになってて、なんとか持ってるみたいな感じ。どっかからの排水溝なんでしょうけど、でもこの周りがすごい空洞になってて大変なことになってます。どうしようもないです、これは。速攻はこっからこう流れてきてんだと思います。ここら辺水ですね。ちょっと行ってみますか。こんな感じで水が溜まっちゃってる形ですね。排水、なんか側溝みたいな排水設備がないのかって思っちゃいますけどね。すごい。こんな感じでやってますね。ここ坂道登るとこんな感じですね。結構乾きますよね、あそこ。水全然溜まってるんで、水はけが悪くて、しょうがないっす。そんな感じでしたね。はい。